待たせしました。毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題して、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきます。改めまして、今日のゲストはこの方です。はい、ファーストサマーウイカです。よろしくお願いします。さっきのやつ思い出したけどさ、はい、あのパチンコ屋の営業に何年か前まで行ったら必ずさ、はい、なんかホテルで働いてる人なんだけど、うん、もうなんかサンタさんみたいにバターロール入った袋をはいはい差し入れって変な親父が本当パン余るのよ。だとしてもあれ持ってきちゃってさ、それ二人で食えないじゃん。そんなだからそのパチンコ屋さんに置いて、これよかったら食べてください言ったら思い出したけどね。そうそうそう、うまいですけどね。そんなに量もらってもね、まあそうだよね、ありますけど。いや嬉しいな、そんなホテル談義できるなんて思ってなかった。大変の人がいると思わなかったよ。でも SDGs ちゃんだから。SDGs ちゃんです。1年ぐらいずっとねやってるんですもんね。そうです、私が SDGs ちゃんです。ありがとうございます。すごいね。嬉しいです。さすがにやっぱりここ何年かで覚えましたけど、はい、初め聞いた時何のこっちゃ分かんなかったですよ。ちょっと正直分かりづらいんですよね、アルファベットとか長いカタカナ出てくると覚えられないんで、ファーストサマーウイカのオフィシャルアンバサダーの SDGs はもう意味が分からない。ちょっと英単語多すぎちゃって分かんない。本人は分かってるでしょ。私もちろん何とか分かってるんですけど、何言ってるか全然分かんないってなっちゃうんでね。そうね、申し訳なかったですけど、でもだんだんやっぱテレビでもラジオでもね、言ってて根付いてきてはいるんだろうなと思って。そうですよ。逆にね、若い世代の方が結構ね詳しくて、例えばあの面接とかで、もう SDGs についてって、御社の SDGs はとかっていうふうに聞いてきたりとか、やっぱもしかしたら上の世代の方がまだそんなことってなってるかもしれないですね。俺もやっぱ子供から聞いたもん、最初に SDGs って知ってるって、そのやっぱ学校で教わってみたいなんで本持ってきたりとかっていう、子供もみんな学校でやっぱね習ってたりとかするから、僕らの世代がやっぱ、だってまだ若いでしょ。でもね、31です。ちょうど、ちょうどいいぐらいです。その若い世代のまだ文化もわかるし、でね、バブルの親はバブル世代の人なんで、だからそのね、やっぱもったいない精神がもしかしたら年齢聞きってないかもしれないかったりとかするじゃないですか。そっかそっかそっか、狭間ですね。ちょうど平成の31ってさ、何世代に、ゆとり世代みたいなやつなの？多分ゆとりになると思います。あ、そう。ちょっとしたら悟りになってとかっていう風になってくるんですけど、誰と同じ同い年の世代なんですか？浅田真央さん、若い、米津玄師さんとか。あ、そう、はい、なんかこうあんまりいなくて、さ当初若い時代は浅田真央さんぐらいしかいなくて、でも今結構増えてきてて、ゆりやんさんとかも、横澤夏子さんとか、そこら辺が芸人さんが多いかもしれない。なっちゃんそんな若いの？若いんですよ、なっちゃん。そうだね、達観してらっしゃる方が多いというか、そうだね、はい、確かに落ち着いてる、多いですね。今日なんかやるんでしょ、イベントみたいな。そうなんです、ラジオにあの夫婦で後でお邪魔させていただくんですよ。来てください。あ、そうか、ラジオなんだ、これイベントじゃなくて。はい、ラジオです。今日、すごいですよ。番組です。5時間半あります。この後5時間半の、この後5時間半もあるんです。パーソナリティやるんですね。そうなんです。ファーストステップイン国際女性デーっていう特別番組があって、一部は夕方の5時半から9時まであって、その後10時から24時まで。働きで、あれ昨日の夜あれは。オールナイト、はい。え、昨日の夜やって、じゃあもうほんとここ今寝たいでしょ。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。ずっとここにいる。寝れます、寝れました。一瞬帰って寝て。大変だ。夜中にラーメンも食べたんで、はい。夜中っていうか朝ですけど。まあそうだよね。できて、いや、そうだ、でも、オールナイトニッポンゼロを毎週月曜の深夜3時から担当してたんですけど、残念ながら、持続不可能だったので、あれ持続可能とは言ってませんでしたか。番組じゃなくてですね、3月で終わっちゃうから、忙しいからよ。いや、超えられない壁がありました。超えられない壁がありました。もう違う人になってんの？じゃあ、誰か。多分なると思います。そうなんだ。その人、まあ、全力で潰していこうとは思ってるんですけれども。でも大変だったでしょ、ラジオも夜中3時からでしょ。そう
なんですよね。三四郎だって結構次の日の営業の時に 寝ちゃったりとかしてたからね。芸人さんはやっぱり多分容赦なくスケジュール詰め込まれると思うんで、めちゃくちゃ仕事に響いてたよ三四郎。ね、そうですよ。やっぱ今マジラブさんとか多分めちゃくちゃいやもうより大変なのではと思いますけれども、まあ私はだからドラマ実はあのまあ主演ドラマが4月2日から放送されるんですけど。BS テレ東で、あたいのエレガンスという名前で、主題歌も、主題歌と主演を務めさせていただいて。主題歌といえばね、まあ、粗品が作った曲をね、はい歌ってましたもんね。ありがとうございます。全部見てるから、ドラマね。嬉しい。はい。嬉しいです。あ、そう、ドラマ東海テレビのあのドラマのね。ゴールドゲーム、はい。ゴールドゲームね。その前の、だから、隕石家族の続編みたいなやつ。そうです。鬼奴さんがね、出てらっしゃいました。そうですね。ズンのやすさんとか、あの主題歌歌ってたんだ。それも主題歌粗品さんので歌わせていただいて、今回はあの自分の主演のドラマで布袋寅泰さんが、あら、すごいな。本物の布袋さんですか。本物の布袋さんです。誰であと。ホテルの話から布袋さんの話でなんか若干字面が出ていいなって。無理やりだ。いいなと思ってるんですけど。一文字違いで。あ、そう。え、布袋さんにお会いした。お会いしました。布袋さんが作詞作曲でプロデュースでレコーディングも立ち会ってくださって、ギターもやってくださって、すごいお金かかったろうなと思って今ヒヤヒヤしてます。すごいでしょ。え、会ったことはなかったんでしょ、もちろん。そうです。ただあのダメ元で同じレーベルっていうのもあったんで、ダメ元でオファーさせてもらったんです。主題歌だからと思って満を持して、そしたらあのテレビで見てましたよって、バラエティも面白くて、なんか歌もね、歌番組で見ていい声だなと思ってたから、ぜひやりたいと思ってたんですなんて。めちゃくちゃすごいじゃん。政治でも嬉しい。いやいや、すごいです。それでなんかメール、なんか来てたな。あ、嬉しい。さらになんか布袋さんメール来てたんだよ。あ、これだ、ミスター江戸っ子さん。はい。あの布袋さんがプロデュースしたそうですね、ウイカさんの新曲。どんな方でしたか。また布袋さんが作ってくれた曲の中で一番気に入っているところはどんなところですかっていう質問が来ておりましたよ。あのオープンザドアっていうタイトルの曲なんですけど、私がドラマの脚本を読んで、なんか令和のプリティウーマンみたいな、あの元ヤンのトラックドライバーでシングルマザーっていう設定の主人公が、まあちょっとエレガントな女性になっていくっていうストーリーなんですけど、それをまあ読んで、なんかこう新しい扉を、誰も開けたことない扉を開けていくような、そんな物語に感じてっていう話をしたら、いいねそれって、新しい扉開ける。湧いた、オッケー、いけるって、そこで、打ち合わせの中で、バーンって私のワードからひらめいてくださって。打ち合わせが先なんだ。ミーティングしました、リモートで。で、そこから、もうすごいスピードで、40周年とかのパラリンピックとかでめちゃくちゃお忙しい時期だったのに、作ってくださって、で、レコーディングで、もうすっごいジェントルマンです。もうさすが、ね、イギリスにお住まいだけでも、もう英国紳士という感じで、めちゃくちゃ優しくて、なんかこうディレクションとかあるんですよね、レコーディングの時とか。基本もう褒めて伸ばして、いいねって、もうちょっと可愛い感じでいこうかとか、もうすごい優しさに溢れてて、やっぱ最初ちょっと怖いんですよね。やっぱこうビビる気持ち、偉大だし。スーパースターだからね。背も高いし。背高いしね。わかるわかる、ほんとに。コアモデだからね、どっちかっていうとね、厳しいのかななんて思ったんですけど、めちゃくちゃ優しくて、うわもう素敵だなって、もう本当さらに好きになりました。でもひらめいて、オープン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 ザドアみたいな、ビビ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 そういう曲です。でも近いです。近いの。オープンザドア確かに連呼はしてます。オープン連呼はしてる。オープンは連呼します。すごいね。オープンザドア3回はとりあえず言います。3回連続で言ってる。早いよね、布袋さんは。あとね、やっぱりすごく頭の回転が、あの、早い方というか、私に合ったワードチョイスを即座にして、そう、歌詞で。歌詞というか、歌詞もなんですけど、歌詞もなんか、台本読んでないよって、送られてきてないからって言いつつも、ドラマにぴったりなワードと、なんか、絶対、脚本書いた人が書いたみたいなぐらいぴったりな歌詞だし、なんかでもウイカちゃんを見て書いたよなんていう風に言ってくださって、で、ディレクションの時も、天才だね、そうなんです。もう、私がわかる言語でちゃんと的確に、そして優しく言うっていう。だから、プレイヤーというかパフォーマーの印象ありますけど、
もうどっちかというともう名プロデューサーという一面がすごく垣間見えました私は。いやでもそれは相当だから魅力があったってことじゃないですか。またそれを引き出す、それはもうゆかさんに、いや嬉しいです本当に。固定に認められた女っていうのを胸に生きていきたいと思います。じゃあ大体の不良はビビりそうですその肩書きだけですごいよ。撮影忙しいじゃん。もう入ってるでしょもちろん。クランクアップしてちょうど、でももうそうなのか、選手終わって、だからその時の、うん、もうオールナイトが大変ヘトヘトでしたね。そうだ、ドラマ朝から5時ぐらいから撮って、うん、でそのまま繋がったままオールナイト行って、うん、でまた5時入りとかだったんで、70いや喋ったこととか忘れ、もう覚えてないってことか。覚えてないです覚えてないです。一人でしょ、しかも、はい、いや大変だよ本当に。何話していくかとかさ、ネタもないですしね、ドラマ撮影してたら。そうか、言えないからね、全部。言えないじゃないですか、基本的に。なんかね、それこそ、ドラマやりつつ、お会いする、ね、ネタだったりとか、営業とかあればいいんですけど、何もなかったんで。ね、寄せとかないもんね。そうなんですよ。なんか、早坂営業とかないもんね。爆笑問題さんの番組出て、白山とのなんかやつ。絡みとか見るぐらいしかないもんね。花つまみしかないもんね。一回流してもらいました。終わったんです、あれ。あれ終わっちゃったね。終わって、はい。終わって、なんか違う番組に、私だけ外れた状態で始まったんで、なかなか SDGs いかないですね。持続可能に。持続可能なタレントになりたいなと思って。ちょっとまたここで一旦 CM でね、引き続きファーストサマーウイカさんお話聞いていきます。ジャンプの主人公声でね。ウイカさんの。元気100倍アンパンマン全然見てない。花輪さんでした。来ないです。次、花輪さんってことで。ジャムの方やってほしいですね。ジャムさん。ジャムさん。チーズの、名犬チーズの方で。優しい。いいですね。ラジオドラマやりたい。ラジオドラマやりたい。今日のね、ゲスト、ファーストサマーウイカさんです。それではね、例のコーナー参りましょう。今日のスポットナイツ特別編、みんなで考える SDGs。はい、この時間はゲストは今ナイツに一番聞いてほしい話を伺うコーナーなのですが、今日は楽しくアクション SDGs プロジェクトのアンバサダーであるウイカさんがゲストということで、SDGs についてのお話を聞いていきたいと思います。まずこの楽しくアクション SDGs プロジェクトとはどんなプロジェクトなんですか。そうですね、ラジオを通してSDGs のことを、楽しく、すごく項目もたくさんあるので、多分わからない人の方が多いと思うんですけど、そこを一つずつ紐解いて、楽しく学んでいこうねっていうところです。ちょっと花さんが、ごめんなさい、ごめんなさい、難しかった、ごめんなさい。早いって。なんかドラマのなんか面白い女優さんの話なんですよ。ダメなの。今日は SDGs を考える日なの。そうですね。でもフジテレビ、BS フジ、日本放送の3社で滅亡させない地球の作り方っていうのをスローガンとしていて、これからの地球ですよね。子供たちが安心して暮らせる未来のために何ができるかっていうところを、世界を変えるきっかけ作りをちょっとメディアを通じて目指していこうということでですね。本当にここね、何十年も何も考えてなかったというか言ってはいたんだろうけど、相当だからね、昔はもうやっちゃったわけでしょ。かなり現実的に考えるようにね、やっぱりそろそろ本当にやんないと考えなきゃいけないってことだもんね、真面目に。そして日本はもしかしたらちょっと遅れている可能性もありますしね、世界の中でね、危機感を持っていこうということもありますね。それから自身はどうぞ、SDGs でなんか個人的に取り組んでることとか。そうですね、私学ぶ中で私洋服が好きなんですけど、例えば T シャツ1枚作るのにめちゃくちゃ水を使ってるんですよね。そう、綿綿を製造する過程で水を大量に消費したりするんです。だからすごく安く買う T シャツだったとしても、その向こう側には大量の水が使われてるとかっていうのを全然知らなくって、でそれを学んでからより一層古着とかを買うようになって、今日着てるこのセットアップのスーツがあるんですけど、これもデッドストックで、地方にある呉服屋さんの倉庫の中に大量の新品の状態のバブルスーツとかが大量に入ってる。めちゃくちゃ似合ってます。肩パッドとかも入ってるんですけど、当時のなんか値札とかもついてて、こういう。もう30年ぐらい前の服なんだ。そうです。当時のなんかスーツがそのまま。だって当時は別に古着って思って作ってないしね。ホッセさんの名刺じゃなくてそれ。確かに。セクシー
シャンって書いてますけど、セレクション。ちょっと札みたいな。札みたいな。あ、値札か。そう、1万5千円で当時売られていたのかなっていうスーツを、その、まあ、デッドストックというか新品、まあ、ほぼ新古品ですよね。それで買ったりとか、イヤリング、これもアンティークというか、古着屋さんで買ったものだったりして、そういう。見えないけどね、全然。いや、嬉しい。ありがとうございます。そういうふうに、まあ、古着を積極的に着たりとか、まあ、リユース、リサイクルっていうところで、まあ、着るものっていうのは身近で毎日着ますしね、そういうところでやれば、なんかこう、ちょっとでも貢献できたらいいなというふうにやってますね。いや、それはでも本当にちゃんと教育して、なんか気持ちがそういうふうにならないと続かないからね。そうなんですね。そうだよね。なんか形だけやってもね。だからずっとね、やれることが、うん、そう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 。スーパーのレジ袋とかも、うん、なんとなくみんなはエコバッグ、マイバッグ持っていくのが、なんとなく根付いてはいるじゃないですか。そうですね。来てる来てる来てる。そういうなんか日常にすることがまず大事だって、別にちっちゃなことで全然いいっていうのは、うん、この SDGs の楽しくアクションの中で学びましたね、うん、私も。はい、はい。そして、今日3月8日は、国際女性デー。ねはい、SDGs 目標5にはジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図るとあります。ウイカさんは今日放送の特別番組ファーストステップイン国際女性デーでパーソナリティを担当されるということなんですよね。はい、で、これはどんな番組になるんでしょうね。ちょっと女児の、女性と女児のエンパワーメント。エンパワーメント。ちょっとよう分からないですよね。またカタカナ出しちゃってっていうね。難しいけどな。一瞬難しく感じるんですけど、うん、まあ、まあ簡単に言うと、まあ女性の生き方とか働き方について考えていこうねっていうところを今回特集させていただきまして、うん、ゲストの方たくさんいらっしゃるんですけど、5時間半の中で。うんうん、で、今日今いらっしゃるけど、ケイさんはご夫婦で、そうなんです、ダンサーと一緒に来てくださいます。はい、はい、旦那が初めてここ、あ、日本放送来るんで、うん、あ、そうか。そ何時にその、どこに行ったらいいんだって今日オロ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 して。有楽町の駅からどうやって来るのかって、ね。初めてか。俺名前を言ったら入れるのかとか、どうやったら入れるんだろうって心配してましたけど。よかった、ご一緒で。はい、無事に入れれば、あの、出ると思いますので。迎えに行ってあげてよ、じゃあ。じゃあいるんだけど。で、家庭についてお伺いしたりだとか、あとは、参議院議員の橋本聖子さんや、私が今回一番注目しているのが、うん、ドムドムバーガーというね、ファーストフード。ね、だってアビコにあったもん。アビコにありましたね。ダイヤに入ってました。ダイヤに入ってました。ダイヤにあったよね。ダイヤに入ってました。ドムドムバーガー。そうなんです。ドムドムバーガーの社長さんは、なんと39歳で、初めて就職されて。39で ?39 歳で。で、女性社長として、なんと藤崎忍さんという方がいらっしゃるんですけど、その方をゲストにお迎えしたりだとか、あとはリリコさん。で、日本とスウェーデンの2国の文化の中をね、経験されてらっしゃいます。あと、カーリング女子の、あの、ロコソラーレの代表理事務めてらっしゃる、本橋麻里さん。マリリン。マリリン。はい、マリリンさんが来てくださったり、などなど、たくさん。じゃあ、女性の中に一人、ダンスが。そうです、ダンスだけ。男子の弟子のダンスが。はい。男子師匠のね、やっぱりね、女性だけで話す女性のことっていうと、もしかしたら狭くなっていくかもしれないので、家庭というところでちょっと視野を広げて、お話いただきたいなと思っているんですけれども、そんな感じ。あっという間じゃない、このメンバーいたら5時間。そうだね。聞きたいことめちゃくちゃありますよね。めちゃくちゃあるよね。ね。学会でやっぱり活躍されてらっしゃる方なので、あと、ま、年齢問わずね、これからどんどん挑戦していけるんだっていう話も、聞けそうだなと思って、私も個人的にすごくね、楽しみです。はい。あの、全員面識はあるわけではないんでしょ、もちろんね。そうです。ほとんど初めましての方ばかりなので。でも回さなきゃいけないでしょ。まあ、東島さんいるんで。困ったら。はい、もう、いるからね。もう、島さんさえいれば、本当に。はい。そういうことか。はい。大丈夫です。ね、メールもね、いっぱいゲストね、質問来てますよ、ね。わあ、嬉しいです。これもだからそのね、女性デーにあれしてるんでしょうか。はい、ラジオネームスピネルさんですね。ファーストサマーウイカさんは、バラエティ番組で変わったらいいなと思うルールや、これなんでなんて思うことありますかということですけど。あれ、やっぱ私一番最初にテレビでさせてもらうようになって、うん、不思議だったのは、うん、楽屋挨拶ですか。おはようございます。はいはいはい、始まる前に、はい、どうせ後でみんな会うのになとは思った。確かに。確かにね。で、この時期になってね、ご遠慮くださいとかってなったりすることもあったじゃないですか。うんうんうん、そうですね。あれ、
なんか多分昔ながらのしきたりだと思うんですけど、なんか順番とかむしろスタンバイ中にお声かけしたりとか、メイン MC の方とかだったらめちゃくちゃ何十人も来ることあるじゃないですか。逆に面倒ないってこう確かにあるある。私が大御所だったらもういいもういいって言っちゃうだろうなと思うんで。そうなんだよね。だけど全く挨拶がなくて急に集められて、いきなり始まることの方が俺違和感があるわ。一回はだって、あ、今日よろしくお願いしますって言うのが普通じゃん。スタート直前に、なんかチャンスがない時あるんだよね。あるんだよ。その時あればいいんだけど、前室とかで一回みんななんとなく、ピンマイクつける時間とかない時あるじゃん。その時に、一回も話したことない人に一回も挨拶しないで、それで、なんとかですよねって、なんか人間関係がなさすぎるじゃん。確かに。なんか急に知り合いみたいなテンションでエピソードトークするのは、あれもね、難しいんで。なんか、一回ヒルナンデスとかはなんか一回集められたんですよ。全室でさ、集められる。集めてもらえて、なんか軽く談笑して、アイドリングしたから、温まってから行くみたいな。あれ、すごくやりやすかったな。美味しいパンが置いてある。真ん中に美味しいパンが置いてあるけどね。全然南原さん食わないんだよ。毎日のことなんでね。なんかあの関西のハイヒールさんの番組出た時も朝の打ち合わせが全員で合同で、しかもまだコロナの前だったんですけど、カフェみたいな、テレビ局の中にあるカフェの中でみんなでモーニングを食べながら台本見て打ち合わせするって言って、なんかももくさんがバームクーヘンとかつまみながら、ウイカちゃんも食べとかって言ってくれながら、なんかそれなんか一回食事したような環境でそのまま生放送とかに行けたんで、結構番組その MC の人によってね、環境違うかもしれない。あれは最高だなって思って、これがね、毎回は無理でもそういうのがあったら、もっと新人とかはより話しやすくなったりするのになって思いましたね。確かにやりやすい職場という意味でね、ナイツさんの番組ではそういう。でもね、この番組はでも事前にご挨拶させていただきましたけど、ゲスト部屋そんな時あるもんね。いや、すごくだから入りやすかったですね。やっぱいきなり放送でドーン。ああ、そうだよね。嬉しかった。楽屋さんなんか気にしちゃう時あるもん。あ、今日行ってないから。そうなんです、そうなんです。行った人と行かなかった人みたいな。でも飛び込みだったり、こっちがその前の仕事から飛び込んできたから行かなかっただけなんだけど、向こうは多分知らないから、心の中ではすいません、ギリギリで時間がなかったんですけど、それ言うのもなんか違うし、必ずそれを言ってくれる人がいたらいいね。そうなんですよ。あの人はね、飛び込みなので挨拶ちょっとできないですって言ってもいいよってな。そうそう、大丈夫ですってね、言ってくれる人がいたら。メイク室まで追いかけた方がいいのかわかんない。わかります。あと一番きついのは気づかれないっていうパターンです。何回会った人でも分かってくんないから、いつも花さん連れていかなきゃいけない。一緒に行かないとね。気づかれないことないもんね。だってインパクトあるしね。いや、私もすっぴんだと誰も気づいてもらえなくて、止められます、いつも。あ、そう。すっぴんだと止められます。すっぴんに来ることはあるの？あ、あります。入りの時は、テレビ局もすっぴんで入ってるんで。じゃあ、なんか、護衛さんみたいな人に、誰ですか？みたいな。はい。あと、大事ななんかアテンドのスタッフさんとかも普通にスルーされて、あ、上川さんでしたかみたいな感じで、あーみたいな。なんか分かる気持ちすごく分かる。気づかない。そうそうそう。毎日だから。何回お会いしてもやっぱ最初びっくりした。今日もそうだったね。今日も多分最初キョトンとしてたもんね。ええ。一瞬ね、お手洗いかなんかに出られた時に一瞬ご挨拶で。俺も一瞬で感じたから土屋ですって僕も。目力感じました。したらいいんですかね、やっぱり気づかれるには。まあやっぱり、だってそのあったわけじゃん、コンセプトが。こういう髪型にするとかさ、キャラをね、これやってって言ってたでしょ、なんか昔。やっぱ変な眼鏡かけるしかないかもしれない。変な眼鏡、地方のアナウンサーと同じ発想になっちゃう。仕事の時はかっこいい黒縁で眼鏡で、プライベートはすごい変な赤眼鏡。プライベートもさらにだって、竜浩二さんと同じだよ。CCB の竜浩二さんと同じ。そんなでインパクトのある眼鏡しなきゃダメ。あれ真っ黄色の眼鏡とか、タージンさん、タージンさんみたいな。タージンさんもそうだよね。気づかれないもんね。楽屋挨拶確かに。そうだよ。はいはい。メールいいですか？はい。ラジオネーム3番目の天使のチコツさん。クイズ、あなたは小学生より賢いのの、先週の放送で土屋さんはほぼカットです。
分だけの出演時間でしたが、そうそうそう、このクイズ番組でういこさんは100万円を獲得し、うん、確実に日々の生活の足しにと明かしていましたが、その後その賞金は何かに使いましたか、うん、じゃあ100万円って何、もう300万じゃないのあれ、最後まで300万なんですけど、私ドロップアウトしたんです。ドロップアウトしたの絶対無理だと思ったんで。ドロップアウトする人いるんだ、あれいます、最近結構いるんですよ。あの、クイズ行く前にやるの、だから最終問題行く前にもうやめますって言った。問題出た後はさすがにダメですけど、じゃあ300万円挑戦しますかって言って、いや、この100万円が消える方が私は嫌だと思ったんで、恥をもう、承知で。それは目の前で100万円いいよね。あ、あ、でも当てたんだ。したんだね、はい、すごいじゃん。当たるのはいいんだね、結構そんな。いやー、あ、でもいい問題が。得意な問題が出たのかなっていう。予習とかした、あれ。してないです。わ、すごいじゃん。めっちゃしたんだよ。めっちゃしたの。一問も出なかったの、予習したやつ。そうなんです。予習したっていう安心がいらないなと思って、怖いなと思って。かっこいい。やらなかったですね。あ、そう。あと子供たちをうまく使って。そうね。経済ね。頼りになる。何か使ったんですか、じゃあ100万円は少し。株を始めました。その100万で、はい、そうなんだ。はい、マジですごいすごいね。どうしたら、もういや、もうすぐ暴落してるんで、ちょっと大変なんですけど、はい、そうね、あ、すごいね。ケイちゃんはね、そこまで行ったから、はい、300万まで。私は100万円行って、うん、300万チャレンジしますって言って、うん、ダメでした。あ、こうならないようにっていうことですよね。ね、タレントとしてはね、本当失格なんですけど、私は目先の100万を。人もいるんだね。そうか。そうだよね。いや、ということで、お別れの時間となってしまいましたけれども。今日はこの後、長丁場でお知らせは、あれですかね。うん、まあ、この後のやっぱり。はい、そうですね。この後のファーストステップイン国際女性デーの特別番組が、うん、夕方の5時30分から9時まで、そして第2部が22時、24時というね、5時間半。24時までやるの。そう言いますか。いるなきゃね、大変だね。はい。何出前しようかななんて考えてます。だ楽しみ持ってね、楽しみ持って、はい、いただきたいと思います。さあ、ということで、はい、今日のゲスト、ファーストサマーウイカさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。